い、今回モーリー企画ということでね。モーリー何すんの？サバイバルしましょう。サバイバルということでね、釣り生活、1万円生活で、1万円がなくなったらね、正直ゼロになったら終了と、そういうことね。そういうことです。とりあえず買い出し行きたいと思います。はい、まずはまな板でしょ。まな板でしょ、210円。安い、安いですね。割り箸だな。2つと家に洗えばいいさ。2つのお皿、これ必要か？これはいらんでしょ。煮込むのなんか。待って待ってよ、4つ。これでいくか子供。熱い。これでいこう。これこれ、野菜とか入れるボールは、これあれでしょ。キッチンの角でしょ、これ。キッチンの角か。で、1枚あるからよ。なかなか減らないだろ。減らないね。ガンガン買おうぜ。これとかね。あ、これ買おう。何個買う？1個でいい？1個でいいんじゃない？これ灰皿か。灰皿も買う。何買おうか。やっぱこれ必要でしょ。これやばくないか、ライト。ちょっと遠すぎでしょ。しかもこれね、これ取り外しできるんだよ、ほら。かっこいい。これ必要じゃないか。いくら？いくら、はい、いくら、いくら、とか7900円。やばだ、バッドエンディングになる。2000円しか残らないんだが。はい、これやばいだろ。テントテント29000円って。生活に殺傷に向かるんだが。ひねるで。いや、キャンプしよう。で、いいけど、うん、まず1万円超えてるから。ダメ、やめよう、やめよう。テントとかやめよう。あ、危ないから。マジ？じゃあ金額的にもやめよう。9000円って。待って待って待って、安いのがある。いくら？安いのがある。はあ、安い。6000円。けどやめよう。なんでよ。テント危ないって、本当に。なんでなんで。じゃあ風も強いし、夜になったら夜犬とかも来るし、本当危ないと思う。キャンプしたことあるの？ないけど。じゃあ経験しよう、経験しよう。経験しようってか、やったことある？あるあるある。ある？車でいいんじゃないか、寝るの。あー、でもそれだったら、あれなんかサバイバル感が出ない。いや、出るでしょ。テントなくても車どこで寝てるかわからんさ。車だったら、車の中でも。車の中でいいんじゃない。テントはちょっと寒いよ、言っとくけど。今2月って言うでしょ。2月だよ。冬だよな、うん、冬なんだよな。待って、寝袋もらった。寝袋やめよう。だから1万円だから。ここで寝袋もテントも買ったら、ここ出る頃にはエンティングロール流れてるから。正直ゼロで。これは諦めよう、本当にごめんだけど。そっか。ホットケーキ。いやいやいや、このカバンパンパンなのは君のせいでしょ。君が昨日テント買わなければ。俺もこんなに詰めなかったよ、調味料、皿とかも全部これに入ってますよ。すいません。本当はあの1万円で買う予定だったのが、残り今いくら、3000円ぐらいでしょ。3000円ぐらいか。でもなんで初日でピンチなの。遅刻してるし、今日6時の約束が今何時？9時でしょ。7、8、9、3時間。うちのタイムは1時間って決まってるでしょ。3時間遅刻してるから。なんでそんな遅れたの？迷ってた。迷ってたって、何に迷ったの？行くかどうか。それはおかしいだろ。はい、今漁港に来てます。
まずはね、仕掛けはね、仕掛けっていうのこれ仕掛け、カニ、カニ、カニ1匹いくらで買うって言ってたっけ。200円、200円で買うって言ってましたね。まあサイズによると思うけど。で、あとこれ、マキエさん、もう釣り素人だけどね、マキエさんが言えば釣れるだろうっていう考えです。そういう考えですよ。で、あとこれ、食い込みね、食い、いや食い玉か、まあよくわからんけど食い込み釣れるらしい。いいね、いいね。待って。大丈夫これで。どっかに結ぼう。まあここは OK として釣りしよう。もうそろそろ。大刀。OK。音。シュルって。マーケーサー使おうぜ。マーケーサーせっかく買ったから、あそこ狙って。俺が投げた場所、俺が投げた場所、あれどこだ、俺のところ、あっちね。なんでよ。これ一回鳴らさんといけんじゃないか。一回鳴らそう。多いでしょ。刺さって花坂じいさんだった今。花坂じいさんだった。マキエサ作りです。そうですね、まずリプトンね、リプトンのね、パックにね。こぼれんか。大丈夫大丈夫。いいんじゃない。で、中はこうなってます。合ってるのか。黒い。いい感じだね。来るでしょ、これで。来るでしょ。釣れたわ。もう一回いいね。ゴミじゃないですからね。マキエサですからね。これ透き通ってんな。何が釣れるか分かるわ、これで。釣れる瞬間見えるんだ。うん。あ、魚いる、魚いる、魚いる。え？来てる。来てるさ。あれ、いくら？100円ぐらいだな。はい、12日です。お昼ですね。ね、坊主っていう。今のところね。今のところね。夜だから、魚は。今から釣れるでしょ。うん。あいつら夜勤だから。テントも立てないといけないから、そのテントの場所と食材を買いに行きます。ではまた。今テント。テント張れる場所探してるんですけど、歩いて森に行きました。1、2キロ。だから行っただろ、俺テント嫌だって。漁港から1キロ。で森の中入って1キロ。約2キロだね。遠い。進もう。もう行こう行こう。もうこのカバン、もうカバン重いわけだが、うん、オッケー。何もかも入ってるか、重い。車で良かったんじゃないか。キャンプじゃなくていいでしょ。ここ何が出るか分からないでしょ。これまたハブだっているし、冬眠、冬眠してるよ。冬眠しないか。ここでいいわ。ここでいいんじゃない。ここにする。ここにしよう。もう適当すぎだろ。キャンプってそんなもんか。ここでいいよ。許可もらったから。許可もらったから。適当。じゃあ今からテント立てます。モチベ引く。疲れたもん。疲れた。テントっぽい。それで地面を固定してて。ないよ。は？立ってないのに。テグがない。立ってないです。
あ、別売りってこと？完成です。素晴らしい。ただ立てて分かったことが、ここ平坦じゃないっていう。はい、中はこうなってますね。結構広いよね。見てほら、ほら枕。うん。クマ。オッケー、じゃあ俺中やっとくから、もう料理、材料買ってきて。俺は準備しとくから料理の。オッケー。よし、中で DS やるか。モーリーが買ってきました。はい、で、まず豚肉ね。おお。待って、お金ないんじゃねえか。安かった、大丈夫か。安かった、安かった、安かったよ、安かった。もやしね。もやし。もやしも安いでしょ。安いね。あとニラ。ニラ。ってことは？ってことは麻婆もやし。食ったことね。美味しいのか？まあ、美味しそうだから。と？まだある。うん、おおお、一本だけ？半分しよう。オッケー、半分。まあね、金ないからね。金ないからね。オッケー、いいんじゃないでしょうか。何それ、これは何。じゃあお金ないから、なんでデザートとか買ってきてんの。金ないでしょ。けどまあもう、もう買ったからもうまあいいけど、買ったから仕方ないでしょ。仕方なくはないでしょ。俺2つ買わなければいいもん。ただ作ろう。時間がないです。ですね。あといくら。500円ぐらいです。明日には最終回っていう、2日目で。じゃあもう夜俺が買うよ。分かった。あ、ニラか、ニラを切ったところ。今ニラ切りました。調味料もありますね。これどんぐらいかかるの。まだまだ、これはもうあと炒めるだけだけど。 OK。 うん、ちょっと落ちてきてるね。ちょっと落ちてきてますね。環境悪っ。名前何。キャンベルの、キャンベルチキンヌードルスープです、ね、チキンヌードルスープですね。フライパンちっさ、これおままごと用だろ。小さすぎだろ。いやいやいや、一人分焼く、そんなことないよ。二人分焼けんだろ。大丈夫大丈夫。美味しそうだな。おい、フライパンもね、このサイズなんで。私もこのサイズで。子供用このサイズでね。とりあえず完成ですね。完成ですね。これ昼食だね。コーンがうまそう。コーンうまそう。ただ醤油、醤油賞味期限切れてたんで、うん、本当は本当は醤油が良かったですけど、塩コショウでやりました。塩コショウだね。まあ食べましょう。いただきます。辛いだろ。ちょっとさっき食ったけど辛かった。うん、ちょっとピリ辛だね。けどうまいよな。うまい。はい、昼ご飯も食べてね。後半戦突入です。餌投げましたからね。魚もね、昼ご飯欲しいだろうから。さあコントロール、違うでしょ。どこに、どこに。ナイス、うまい。ナイスナイス。もういいんじゃないか。お腹いっぱいになるだろ。ね、お腹いっぱい立てるんだ。飽きてきた頃にオキアミっていう。はい、オキアミが来てるって。全然釣れません。場所移動します。夜食ですね。夜食買ってきてもらったんですが、何買ってきたんでしょうか。もうね、まあ、安く済むようにね、これね。え、これじゃあタレでしょ。ちょっと待って待って待って。ラーメン。ラーメンではなくて沖縄そば。作る、あれじゃなくて。じゃない、作るよ。
これと作る。これな。80円だから。待って、これ。80円だから。結構入ってますからね。違う。は？うん。いやもうどうせなら2個買おう。いや。君が昼に1000円使うからでしょ。ああ。まだマシでしょ。まあ。200円で腹いっぱいって。これね。まあ、ちょっと薄いかもしれないね。うん、スープね。これスープね。粉末。スープ入れまーす。あっちよ。違う、もったいない。スープこぼれたでしょ、今。大丈夫、一人分だけど。一人分違う。さらに薄くなったね。じゃあ、熱い。足が短いんだよ、これ。違う。子供用買うから。はい。完成です。沖縄そば。はい。2人前。いや、3人前ぐらいか。結構量多いね。多いね。いいんじゃない、うん、もう、明日頑張ろう。ね、だるよ。もう俺なんか例えるなら、うん、カレーと一緒。2日目のカレーって美味しいでしょ。3日目、2日目、3日目で頑張るから。寝かしてね。寝かしてだから寝ますもん、今日。今日寝ます。8時ですけど寝ます。寝ます。6時から行こうもん。だね、明日は早起きしよう。うん、俺車で寝るけど。俺はなんでよ。ちょ、おかしい。おかしいでしょ。なんでよ。俺一人でこことかちょっと心もとないんだが。うん、大丈夫、行ける。ほら食べよう。お腹いっぱいですね。もう9時か。もう9時か、うん、暗くなったなぁ、ね、節約していこう。2日目からちょっと1日目調子乗りすぎた、うん、1日目っていうか前日から調子乗りすぎた。明日頑張ろう。おやすみなさい。もう寝よう。おやすみです。おやすみ。地獄の1日が終わったな。お疲れ様です。なぜかね、モーリーが寝れないということでね。まあね、寝れないということで昆虫観察という。昆虫観察しよう。なぜか彼はやる気です。昆虫観察をしよう。とりあえず、虫を見つけようかと。虫で、1匹じゃあ、あれでしょ、しょうもないでしょ。すぐ見つかりそうでしょ。もうすぐ見つかると思う。3匹見つけてみようかと。今ね、森の中入って10分で、皆さんこうなりますから。10分でこうなります。地面見えないです。めちゃくちゃよ。これひっつき虫っていうのかな。地面見えないですからね。うん、待って。なに、あ、いたはい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 。なんていうの、なんだった。醤油。あ、王様バッタだった。トロサマバッタじゃないわ。トロサマバッタか。王様じゃないよ。はい、あと1匹。あ、じゃないよ。待って、なんで肩増ししたね。何肩増ししたね。あと2匹か。違う、あと2匹だろ。そんなインチキはダメだよ。あ、ハブって1人目が歩いて起こして2人目で噛むっていう。俺損。大丈夫か。前なるじゃん。待って、やけんいないか。は、あ、いるな。やけんいる。やけんいるよ。やけんいるよ。やばいよ。違う、ここら辺で野犬に襲われたら危ないって、ガチで。完全に狂犬病。アスファルト。アスファルトだったらなんとかなるけど。うわぁ、びっくりした。完全に狂犬病。アスファルト。アスファルトだったらなんとかなるけど。うわぁ、びっくりした。どうした。携帯の、メールオンでびっくりした。ビビった、今焦った。うわぁ。夜の1時からジャングルをさまようのって、ね、誰でも嫌でしょ、これ。あれ、あの昆虫博士ファーブルでも断る。あの幽霊うんぬんじゃなくて本当に怖い。うん、本当に怖い。君が言ったんだからね。寝れないという理由で昆虫探ししようっていう。寝れたじゃん。寝れた寝れた、俺は寝れた。ああ、いけるか。あっち、いけるかじゃなくて、普通いけるのが当たり前だわけよ。なんで無理に奥に進もうとすんの。道がない。おい、これ、これ崖じゃないか。どこだってるわ。これ落ちたら一回の終わりだな。危ないよこっから。マジガチ危ない。来たの、これ。道わかるか、カイリー。大丈夫。釣りしようぜ。おい、普通ここ釣りするべきでしょ。海行って夜釣り。釣りしたいのは
山々なんだけど、うん、今山だからね、帰っていいかな。大体戻ってきたでしょ、ここら辺でね。違うだろ、待ってけ、違うぞ。ここじゃない、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 絶対ここ違う。ここじゃないったら戻ろう。ここじゃない、ここじゃない。俺ここ通ったことない。待って、おい、違う、待って。ここ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 、あれだな、ここここ。よっしゃ、戻ってきた。帰るぞ、もう寝るぞ。おはようございます。あ、おはようございます。2日目の朝です。今何時？6時40分。40分ですね。所持金がね、もう1000ちょっとなので、塩、塩っていう、塩と水、わらーね、海に行けっていうね。まあだからこれ、まあ、昼はがっつり食おう。朝はもうこれで我慢して、まあ、やっていきたいと思います。はい、ちょっとね、初日はね、坊主だったから運気を上げようと思ってことで金大川に来てます。ここでね、あの手を洗ったり水を飲むと運気が上がるっていう設定らしいです。これ、ね、飲みますから。はい、初心者による釣り講座、はい、何が必要かというと釣り、うん、まずこれ買いますね、浮き止め、これ浮き、浮きこのセットだね、こうセットで売ってるやつあるからそれ買うといいです、ね、重り、まずサルカンね、はい、で最後針、針、うん、でこれを持ってこの釣り友達にお願いって言えば釣りができます、うん、つけてちょうだいって言えば、つけてちょうだいって言えば、で餌がサンマ、はい、餌がサンマで、あの5回5回とかね、今回はこれを使いたいと思います、うん、はい、ってことでね、じゃあモーリーちゃんお願いします、これつけてください。はい、次でも覚える、次で覚えるからもう、はい、お願いします。初心者による釣り講座第2弾、こんな感じでセットしたらね、紐もつけて、紐もつけて準備したら、あとは普通はこれとか、通常ならね、このあの石原裕次郎があの足を置いてこんなってやってる感じのやつに、まあ、ボラードって言うんですけど。まあそれに結んで、あとはカニ網を落とすだけなんですけど、これが主流なんだけど、大津さんに怒られたんですね、これ。昨日怒られました、ね、怒られました、怒られました、あのこんなんじゃカニ網してるってバレバレだろ、盗まれるぞって、え、盗む人いるんですかって言ったら、いるに決まってるだろう、じゃあ例えばだ、道端に財布落ちてるだろ、そうそうそう、したら普通どうする、盗むだろ。それ普通じゃない、普通じゃないかな、おじさん、それ普通じゃない、普通じゃない。教わったのがこれ ね、 あの木材にくくりつけて流木っぽくカモフラージュするっていう、そうそう、これだったらカニ網が仕掛けられてるのかわからないから、いきます、こうこうやってね、こうやってね落とします。はい、おお、びっくりした、 OK。 初心者による初心者講座第3弾、先生、じゃあポイントを教えてもらっていいですか。だね、風の影響もあると思いますが。おい、やばいやろ、戻ってきたんだが、風強すぎでしょ。そうだ、来てる、ヒット、もう見える、もう見える、もう見える、あ、見せて、待って待って待って、もう弱ってる、弱ってるよ、弱ってるよ、だだだだ、まこまこっていう、なにこれ、ちっちゃいけど、メバルかな、メバル、いくら、メバルゲット、はい、まあまあのサイズじゃない。午前の部はね、うん、メバル1匹ということで、いい、ね、まあいい結果、釣れた
釣れたっちゃ釣れた。だから今から昼ご飯に行きたいと思います。昼ご飯、昼ご飯ですね。昼ご飯のためにテントに戻ってます。あ、フーチバーあったら取りに行こう。フーチバー、フーチバー、皆さんフーチバーというのはヨモギね。ヨモギですね。うん、うん、そこら辺に群生してるはずだから。そこら辺にあるからな、あれいっぱい駐車場とかにもあるからな、あれ、うん、てか毛利の格好、これ完全に遭難した場合気をつされていくいい格好だろう。なんで昨日で学習しないの。とりあえず毛利、一回買ってこう、ご飯分かってくるよ。じゃあ俺探しとくから、フーチバー。うん、今回じゃあ、はい、じゃあ後から。はい、モーリーが帰ってきました。帰ってきましたよ。今日は、今日は何の料理をするんですか。このままだよ。一応今日はボロボロジューシーって言って、沖縄のボロボロジューシー、ボロボロジューシー、ボロボロジューシー、沖縄の雑炊みたいなやつ。雑炊ね、うん、ちゃんと見つけたから、これフーチバー合ってるでしょ。これいっぱいあったよ。うん、すごいさあるね、ちゃんと、うん、これフーチバーでしょ。ちょっと待ってよ、なんでか違うな。ね、みっちゃんが取ってきたの省いた結果ね、3分の1 3分の1 3分の1しかないというけど、いいでしょ、できるでしょ。まあ、なんとかなるでしょ、こんぐらいあれば余裕だよ。まずね、一番大事なご飯。ご飯、これはベーコンですね。ベーコン、うん、で、あと、まあ入れても入れなくてもいいけど、人参。人参、人参ね、棒で買うよりこれが安かったんで。棒、棒、棒ね、棒。おまあ、まあ伝わるけども、棒で買うよりは。しめじ入れます。しめじね、はい、はい、それと何なの、その縛りプレイみたいな、プリン買わないといけないみたいな縛りプレイ。何なの。安くまとめたから買おうかなって。でね、はい、下ごしらえ、フーチバーの葉っぱだけ取ります。葉っぱだけ、はい、湯がきましたね。はい、もうなんか柔らかくなってるんでね、まずここにも全部入れていきます。人参、豆乳、多いかな、多いな、お、きのこ、豆乳、多いな、でしょ。大丈夫、次行こう。違う、ご飯入らん。はい、入れよ。入らんくらい、マジで。ベーコンまだか。ベーコンまだだから。オッケー、ベーコン投入よね。まあもうすぐパパって、好きな味で、味の素ね、こんな感じで。かけすぎ、かけすぎ、かけすぎでしょ。まだやりすぎでしょ。大丈夫だったら。違う、量、量考えて、量。そうだな。ご飯、ご飯ね、投入です。ご飯入れようね。もうご飯投入、人参も柔らかくなってきてるんで。はい、完成です。これ結構余ったね、はい、うん、夜の、夜の、夜の分だね。ありますね、給食みたいだな。給食、うん、あれだね、明治時代っぽい戦後の給食だね、これ。完全に。よっしゃ、食べたいと思います。はい、いただきます。どう。うん、うまい、うまい、うん、おー、さすがだね。カニ、午後はもうですね、カニチェック確実に来ました。取り方。カニ一匹200円だから、だろ、でかければ取れてるんでしょうか。お、お、3までしたね。はい、はい、カニなんていなかった。カニなんていないよ。次行こう、場所移動しよう。もうここ釣れない。だね、もう魚より釣り人多いからな、こっち。だからよ。春ウォッキーを迎えました。迎えてきましたよ。だから3人いれば、3人いればね、釣れる確率も上がるでしょ。上がるでしょ、うん、ただ弱点なのが、春ウも初心者という。そう、そう。しかもほとんどやったことないでしょ。でも経験したのが、マグネットで口パクパクするゲームおもちゃあるでしょ。あれぐらいでしょ多分。うん、誰でも釣れるよ、うん、でさっきめっちゃいいの見つけたわけ。
行く行く、気になる、気になる、気になるな、何を気になる、ちょっといいの見つけてしまった、めっちゃ走ってる時に行く、戻ってみるか、戻るか、じゃあ行く、魚に関係してんのか、関係してるよ、関係してる、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 余裕でしてる、でね、俺が引っ張れますんで、今日は俺が引っ張って率先するんで、まあ、率先っていうか君が率先するとえらいことになるから、昨日も遭難仕掛けだし率先というか脱線してるからここだな、ここ、おうおうおう、はい、何、はい、降りる、どれ、見たことある、うん、これこれあれよ、大きい蜜葉、大きい蜜葉、大きい蜜葉、わかるよ、これをあれ、これ何、餌、はこれは何、餌って言ってないよ、俺、あれ言ってたわ言ってなかった、言ってないよ、関係って言ってた、魚関係って言ってたよ、確実に、それは巻き戻しして皆さん見てください、言ってました、言ってましたよ、あ、これ何なの、これこれで遊ぼうぜ、舐めてます、この人釣り動画舐めてますどうやんの、俺わかんないんだけど、はい、せーの、はい、あ、なるほどなるほど、これで切れたら、切れたら負け、切れた方が負けと、切れた方が負け、うわぁ、無理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 、持ってくるなんて意識だろ、やるよじゃあ、はい、持ってくるなんて、やるよ、地味なんだか、あれ雑魚雑魚やろやろ釣り関係ない、いや楽しかったでしょ、楽しかったでしょこういう遊びもあるんでね、いろいろ見つけたら紹介していきます、しちゃダメでしょこの企画でしちゃダメでしょそうか、はい、午後の部ですね、午後の部ですね、もう春オッケも参加してね、うん、とりあえずね、場所移動しようと、そうで、ワンランク上の素人はこっから探すんですね、ポイントそう、じゃあどこ行くか決めようか、とりあえず、あっちらへん、あっちらへん、ここには映ってない海行こう、ここには映ってない、意味ないんだが、こうなってますから、メトロが猫がいた、猫がいました、かわいい、小さい魚釣れたらあげよう、かわいいぞ、俺乗れ、行くか、乗れ乗れ、あっ、あっ、100万点釣れないね、午後6時を回ってます、で、チケットね、ジョイくん
見てください、あの場所移動して、ここ海中泥の過ぎたところだね。こう透けてるからね、見えるかな、魚見えるね。でモーリーはあの潮干狩りってます。なんかあさり取るとかなんとか、月が見えます。では始めよう。はい、はい、仕掛けの準備 OK で今垂らしてます。ジョイ君の竿を4本足してね、1本、そしてあモーリーは戻ってきました。取れた、あさり、あさり取れた、2でもちょっとしか取れない、3、4、5であっちになるのが6本、数打ち当たるっていう作戦ね。そう、ポイント、釣りのポイントは、釣りのポイントは、仕掛けたらとりあえず待て、ひたすら。それ俺でも言えそうなるんだな。いいのぐらいしかないもん。もっと他にあるでしょ。他にで、じゃあ釣りのこの待ってる時の楽しみ、楽しみ、楽しみ方みたいな、楽しみ方、 Twitter で釣りなうとか書くぐらい。ズーキーパーやっとけばいいということ。ズーキーパー限定ではないだろう。ズーキーパーかラインポップかパズドラやっとけばいいということですね。まあ、そうだね。まあ、夜釣りはね、漫画も読めないから、ね、うん、とりあえず今度会うときはヒットしてます。では夜の部坊主です。はい、晩ご飯です。垂らしたいフライト、今日の昼ご飯の残り物、ジューシー、ボロボロジューシーと、これモーリーが潮干狩りで取ったっていう、潮干狩りっていうか拾ってきたやつね。これ飼ってないか。なあ、これ飼ってないか。本当か、うん、これないのに。OK、 これが今日の晩ご飯です。最後のこれモーリーの、これ俺の、これジョイの今日の晩ご飯、いただきます。いただきます。美味しいか。うまい。うまいわ。腐ってない、腐ってないわ。あっさり食ったよ、これでいいよ。うわ、海で溺れた感じですね、今。わかる？塩っぽいっていうか、ツンってきた範囲。3日目の朝です。でーす。おはようございます。おはよう。どこ行くかというとね、もう釣ろうぜってことで。本気ですもん。ちょっとね。そうだよ。金を、金で解決よ。一文字で行きます。たま、浜笛吹き台って、それとミーバイって言われる魚、クエですね。あと、あのカツオ、赤人、これちょっと伝説の、そう、伝説の、ネットで検索したところ、ポイントがあるわけ、うんうん、釣れるポイント、うんうん、皆さん、1位が赤灯台、2位が真ん中で、3位がタイヤと。タイヤポイントね、まあ、船が着くでしょ、うん、着いたらすぐモーリーは1位の赤灯台にダッシュ。 OK 場所取る、場所取りね、場所取りで、人いっぱいいるから、う、ね、もう場所取りにしないと、うん、で、ハローが真ん中にダッシュ。じゃあ、これ荷物やろうね。荷物、OK。 ひっちゃんは？俺、あれ、あの、大人ぶるから、俺は。いらないでしょ。あの、大人ぶる、あの、やっぱりいっぱいいるさな、うん、で、みんな走っていくでしょ、うん、場所取るって、
おいおい、そんなハセクだよみたいな。いやいやいや、それ悪い。そういう大人ぶるから確実に楽したいだけですよ。全然いらないだろ、そこ。応援もするし。いやいやいや、まだ何の応援や。心の中でとかそれはいい。感じでね、とりあえずあれです、トイレないです。は、はい、待っとけ待っとけ。トイレない、本当にこれトイレない。だからね、出すものは出して、みんな出し物あるでしょ。出し物ってなんか出していきましょう。手術手術、船酔いとかしたら本当大変だから。知らんでしょ、船酔いとか。口から巻き合いさせるから、それだけは避けよう。それだけは避けましょう。知ったね、花火だ。ザバーン東映。すごいな。船酔いしてます。作戦失敗です。やばいね、モーリーがやばいね。モーリーやばい。到着です。着きました。着きました。ちょっとね、場所ね、場所取るところか、もう下ろすのでいっぱいいっぱいっていうのと、二人が寄ってたっていうね、船酔い。まあ仕方ない、しょうがないね。まあ適当にポイント探してやりましょう。はい、336がね、今まあこれセットしてるのが、今から投げ釣りするんだけど、竿が立てれないので、こういうふうにピトンを打って、竿立てを作っていく。これで、まあこれちっちゃいけど、これでこういうふうに、竿が立てれるよ。ここまで来てこの竿を使うか。なるほどね。俺今日ガチだから。さすが助っ人だな。さすが助っ人。任せてください。ここにいる仲間たちは今日この日この場所に俺が来たことを後悔するだろう。魚にとっての屈辱の日になることを俺は期待している。針はでっか、こんなんでかいば、やばいだろ、クジラ取れるだろ。あれはこれフック船長。フック船長。フック船長じゃありません。開始2分寝掛かり、開始2分で寝掛かりしました。これ取る方法があるんだよね。取る方法があるらしいんですよ。そのまま取ったらディールがダメになるらしいんですよね。こっちがなんか強く引っ張ると、これを使います。これね、なんか ゴムの輪っかみたいな、これに糸を通してこれで引っ張る。あー、なるほど、かっこいいわこれ。はい、取れました。はい、巻いて OK。 すげえ、すげえわ。ロースプリン買ったんだろ、さっき。朝ごはん、朝ごはんは無駄がい。プリン縛り来たから、朝ごはんです。これより3つ入れ買ったわけですから。1回ずつ交換で食べようぜ。1回ずつ、1回ずつ。オッケーオッケー。はい、美味しそうだな。俺からでいい、ご飯食いたいやん。いただくとするか。待って、回し食いだったんだ。回し食い。待って、落ち着けよ。柔らかすぎだろ。じゃあこんだけいきます、一口。はい、モーリーバン。はい、一口だ。オッケー。なんか、なんかそのプッチン使ったけど今なってないよ、なんも。あ、違う、指鳴らした、指。ざわざわざわ。なになになに、舐めてるし、汚いし。黒で、一口、一口、あるして一口じゃねえだろ、それ。はい、ポーキー。俺はもう通しない。なんでよ、なんでよ。俺朝ごはん一口しか食ったのに。俺も一口やって。やる気なくした。なんでよ、プリンでやる気なくした。やる気なくした。酒持ってこい。お肉持ってこい。やるやろし。お肉持ってこい。安い酒やし。来てるってよ。あ、めめめ、
頼む、もう待っとけ、網届いてない、網下まで届いてない。違う、はいはい、釣れてる、マジで釣れてるよ。なんだろう、なぜ網下釣れてる。何これ、これ何、ゴンズイ、何じゃなんか、これだから名前やってる、ハゼみたいなやつでしょ、これあれだろ、ムツゴロウみたいな。そうそうそう、すげえ、ムツゴロウ。すげえ。あといつの間に釣れてた。そうよ。あれ？あれ？ちょっと欲しいな。あの寝てた。寝てたよね。食い込みすぎだ。飲み込んでるやし、こいつ。張り取れないんじゃないかも。うん。うん。あら。噛まれた。噛まれた。ハハ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 ハ。はい、トイレがないのでね、ちょっとトイレの説明をしたいと思います。トイレない、トイレないわけ、うん、どうすんのって言ったら、まず一つ の方法は、これはまあ定番だと思うけど、これ何、もう待って、むき出しな、何これ、しんちゃんやし、しんちゃんやし、トイレやればやっぱどうしても1位、これしんちゃんやし、2はね、こうはしごとかあるんだよ、やっぱやったね、さっきあったね、あるでしょ、あったね。で、ここを掴んで、こう、で、これ頭だ。で、下半身だけ沈めると。おかしいでしょ。おかしい。これは。そこで、すると、便を。溺れてると思われて。こうこう。注目の的だね。溺れてると思われて、助けようとしたら、いやいや、ちょっと今自分で自力で頑張りますみたいな。そういう言い訳しかできない。ちょっと待ってってしか言えない。だからパターンが1、2、どっちかだね、だから2しかないのか、2までしか、1、2しかないからこう立つと、この辺多分こいつを助けるために誰かこうここに俺に任せろって言ってここ飛び込んだ瞬間でもう終わりだから、だからバレないようにあのバタ足でこう、余計濁らす、濁らすというか、なぜ巻く、ごまかす、巻き散らす、餌、そういうことです、巻き、巻き、自然の巻き。ハロー、みんなの番あるって。マジで？うん、ある、みんなの番あるよ。はい。もうプリンだったら怒るよ。大丈夫。プリンだったら、僕は怒るわ。さっきよ、ヒッちゃん、怒るったからよ。怒るだろ。私も足りないなと思って。はっ？飲み物あるから。違う。ぬるくないか。牛乳だってきたの。うん。まさか、まさかの、まさかの常温保存。で、どうする？牛乳で。ちょっとカルシウム足りないだろうなと思って。うん。牛乳と？この、これな。はい、出た、もう出ました、もうダメだ、もうこの人、もうこの人ダメだ、待って俺ガッツリ食うつもりで来たのに、ガッツリ食えるさ、これ昔色変わるスプーンついてたの分かる、分かる色変わるスプーンついてたよね、うん、これ朝ごはんしてたわ、ゆるごはんって言ってたろ、おい釣れてる、あ、待って、ヤカカリ、ヤカカリ、ヤカカリかな、ヤカカリかな、あ、釣れた、出た、あ、おー、なんでこれ、赤いこっちか、カサゴじゃない、カサゴだ、おお、すげえ、おお、カサゴ、いるよその頃俺は寝掛かりしてるのであった、寝掛かり、はい、マジで弱い、強い、痛いな、はっ、おぉ、これは何、これ石見栄えだね、見栄え、うん、見栄えゲット、はい、ゲットです、3匹目です、やった、いいね、モーリーも順調にいってるね、順調に来てるね、初、今4時半、4時半だね、もうみんな片付けもやばいよ、何これ、無人、うん、赤人釣れたら逆転いけるだろ、い
ギリギリまでやらんとフリーも逆転、まだまだチャンスあるよ。チャンスある。片道分だけは稼ごう。お二人おかしい。俺は音が聞こえる。音が聞こえる。右にフリーが聞こえる。終わった。まだこれ違うだろ、明らかに。なぜここにボケを仕掛けた。いいね、いいね。いい感じだね、今のところ。まあね、はい、これまだ入れすぎでしょ。入れすぎたね。完全に入れすぎたね。お怪我だよ。おお、サンマが入ってる。違う、でかいウニがいる。森取ってこ、森。てか何がいるか。てか待って、今さ、ふと思ったんだけど、うん、昆虫って、うん、冬いんの。いるでしょ。やばい、もう慣れてるやし、なんでこのサクサクいくの。昆虫探す気ないでしょ。見てるよ。しかもね、あの昆虫探しする前に、あの虫除けスプレーって、虫避けちゃダメでしょ。で、昨日はね、なぜ釣れなかったかっていう。釣れなかったのはね、もうわざとだよな。まあね。わざとだね。これは、ほんと、ごめんなさい。わざとだよ。餌撒いて、太らせて、今日釣るっていう。そう。あとね、警戒心をね、なくすためにも友達になろうっていう、餌付け、餌付けよ。だワンランク上の釣り人は育成から始めますから。育成から始めますからね。育成、そっからですから。もう道合ってるか。待ってよ、だから。マジ、ほんとやめよう。さらに迷子、第2弾。でっか。